例えば駐車場から前に発進しようとして間違って R に入れてしまったご経験はありませんか？バックし始めたことに気づき慌ててブレーキペダルを踏むつもりが間違ってアクセルペダルを踏んでしまった時にブザーで警告、さらに加速を抑制します。後ろに発進しようとして間違って D に入れてしまった場合も同様に作動します。踏み間違い加速抑制システムを装着した車と非装着の車を比べるとこんなにも違いがあります。また2つ目の機能として後退時の加速抑制機能があります。例えば駐車場からバックで出ようとした際、シフトを R に入れ足をブレーキから離すとクリープ状態で後退を始めます。ある程度車が出たのでブレーキを踏もうとしたところ誤ってアクセルを踏んでしまい時速が約5キロ以上になった際は障害物がなくてもブザーと同時に加速を抑制してくれる機能です。ご使用上の留意点としてシステムが正常に作動しない場合があります。車に対して直角でない壁、また車幅に対して途中で途切れている障害物、フェンス、ロープ、標識など細い障害物はセンサーが検知しない場合があります。サポトヨプラスで安心をプラス。